パーティーズツーザ、ネーミングディスピュートオブザ・オーター・ボディ・サラウンデッド・バイ・ゼム、ペルシア湾故障問題とは、反アラブ主義の公用した1960年代以降に、見られる、ペルシア湾の国際的故障を、アラビア湾とするべきだとする一部アラブ諸国による、主張と、それに関連した問題である。ペルシア湾の名称に関する資料、イニシエの永遠のイサンアラビア半島とイランを隔てる。 巨大な湾の名称は、国際的には、ペルシア湾が正式名称として認知されている。英語圏や日本などでは一般にこの湾を、ペルシア湾と呼んでおり、イランにおいても、この呼称が用いられている。一方、アラブ諸国では反アラブ主義の公用した1960年代以降、この湾を、アラビア湾と呼ぶようになった。歴史的に、イランと、 しばしば対立関係にあるアラブ諸国では中近東を代表する海域名に特定の国名が冠されるのは好ましくなく、また湾岸周辺地域の住民の多くがアラブ人であるとし、この湾の国際的故障はアラビア湾であるべきだと主張している。現在の国際名称であるペルシア湾が歴史的経緯に沿ったものであるとしこれを支持するイランと、 国際名称をアラビア湾に変えるべきとする沿岸のアラブ諸国の対立は国際問題となっている。イランはアラビア湾は政治的に劣造された偽りの名称であるとし、アラブ諸国がこの名称を用いたり、ペルシア湾の名称を否定することに強く反発している。アラブ諸国はこの湾は過去3000年にわたりアラブのもので、ペルシアの影響力は サファビー朝時代からに過ぎず、これを、ペルシア湾と呼ぶのは少子だとしている。ただし、アラブ諸国においても歴史学者、政治学者らからは、古代から使われてきた故障は、ペルシア湾であり、アラビア湾という故障は、ナセル時代に生まれたものだとの指摘がある。書籍、ペルシア湾の名称に関する資料、イニシエの永遠の遺産によると、ペルシア湾という古庄は、ストラボン。 プトレマイオスラ、古代ギリシャの地理学者によって用いられ、以降伝統的に用いられてきた故障である。7世紀にイスラム教が没興しアラブ人がペルシア湾一帯を支配下に置くが、当時のムスリムの地理学者たちはこの湾をペルシア湾、またはペルシア海と呼んだ。アラブ諸国では1960年代にアラビア湾という故障を用いるようになるまではこの湾を もっぱら、ペルシア湾と呼んでいた。ペルシア湾という呼称はやがてイスラム圏からヨーロッパのキリスト教圏に伝わり、ヨーロッパにおいてもペルシア湾はこの湾の呼称として広く認識されることになった。アラビア湾という名称は古代においては航海の呼称として用いられていた。17世紀のヨーロッパでは一部の地図でペルシア湾に アラビア湾の名称が記されていた。近現代においてペルシア湾を指す故障としてアラビア湾が文献上初めて用いられたのはイギリスの秘密情報部職員が1957年に出版した書籍においてである。1534年にオスマン帝国がバグダードを獲得しバスラの港がインド洋への入り口になるとペルシア湾の名称に バスラが完成られるようになった。ゲラルドス・メルカトルは1541年の地図で、ペルシア湾を、ペルシア湾、ゲンバスラ海と記したが、1569年の地図では、ムサンダム海という名称に変わっている。アブラハム・オルテリウスは1570年の地図で、ペルシア湾を、カティーフ海、旧ペルシア湾とする一方で、ホルムズ海峡を、バスラ海峡と記した。 1667年にフランスのジョラン家が作った地図ではペルシア湾をアラビア湾と記した。このような混乱もあってかペルシア湾の名称は17世紀のうちには旧来からのペルシア湾に落ち着いた。トルコでは現在もペルシア湾をバスラ湾と呼ぶ場合がある。オスマン帝国の地図にはペルシア湾をアジャム湾と記したものもある。 アジャムとは本来はヒアラブ県のことだが、通常はペルシアを意味する。1840年にロンドンで発行されたタイムズジャーナルでは、ペルシア湾はイギリス海と呼ばれたが、この名称が他で用いられることはなかった。国際水路機関発行の太陽と海の境界ではイラン湾という名称が用いられている。1979年に、 イラン革命が起こりイランイスラム共和国が成立すると、ペルシア湾の新たな故障として、イスラム湾あるいはムスリム湾を用いようとする動きが起こり、イラン政府内でも一部でムスリム湾を押す動きがあった。しかし、直後にイランイラク戦争が始まるとこれらの動きはなくなった。イランとイラクを除くペルシア湾岸諸国が結成した国際機関の名称は、 湾岸協力会議であり、ペルシア湾の名称は入らず単に、ワン、ザ・ガルフとなっている。また、かつて湾岸参加国が出資して設立された航空会社の名称は、ガルフ航空であり、ペルシア湾に代わり、ガルフが代用される場合がある。ありがとうございます。